はい、今週の狙い馬です。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。福島2週目です。で、七夕賞です。またハンデ戦です。またハンデ戦だね。ここまでは勝てないですか。いや、このレースに関しては結構実績が来てますね。ラジオ日経賞、先週のラジオ日経賞に比べれば、はい、だからそういった意味ではトップアンデの 57.5 を背負うマルタ・ザポジ、まあ、はい、ちょっと出費に関してはまだちょっと流動的ということでしょうけども、はい、まあ、実績を考えてもこの馬この金量ですけど、うん、まあ、楽しみはあるんじゃないですか、やっぱり。うん、まあ、施工力、まあ、おそらく先手を奪う競馬になるだろうし、まあね、まあ、やっぱ福島記念去年のレースがまあ強かったですかね。まあ、ハイラップを自分で刻んで、まあ、このコースでも実績ありますし、まあ、57.5、まあ、そのぐらい妥当ぐらいかなっていう気もしましたし、うんうん、その点考えても、まあ、ちょっと僕もちょっと本命にしようかなって考えましたけど、結構紙面の方で並びそうだったんで、まあ、まあね、はい、ただまあその福島記念で2着だったゼービンと、はい、福島記念の時は55キロ です、ね、あの時はマルターズアポジが54キロ、うん、で今回はマルターズアポジが 57.5 でゼービントは57キロ、うん、ハンデ的にはゼービントの方がです、ね、うん、楽な立場に立ったかなと。まあ、ゼービントの場合はね、なんといってもちょっと脚部不安があっての休み明けなんで、うん、まあ、状態面仕上がり具合っていうのをね、今週しっかり見ないと、なんと言えないんですが、ですね、まあね、AJC でも2着っていう、うん、本当に、まあ、まだ重賞1個しか勝ってないっていうのは不思議なぐらいなんで。そうですね、コバの重賞に入っても、きっちり結果を残してますからね。はい、もちろんラジオ日経賞を去年の勝ち馬で、そう、ね、まあ、コース的にもしっかり実績もありますし、はい、能力、まあ、力を出せる状態なのかどうかっていうのは今週見定めたいところだと思います。はい、あと、まあ、もう一頭57キロがマイネルフロスト、はい、ブリンカーの効果がここ2戦はえらいしぶとい競馬をですよ、ね、して重賞でも上位に食い込んできてるんで、はい、まあ、メンバー的にはおそらく鳴尾記念より、ね、だいぶ楽になると思えるところがあるんでね、鳴尾記念でも2馬身差の3着っていうのはね、まあ、思った以上に粘っこい競馬してたんで、うん、うん、まあ、ブリンカーの効果はね、本当、まあ、本当昔の3歳の時の毎日ファイの勝ち馬で、うん、まあ、このコース自体も福島密報杯勝ってて、うん、はい、まあ、適性見せてますし、まあ、本当ここに来ての復調気配を思えば、うん、ここでも好勝負になりそうな気がしますね。はいはい、あとはどうですか、京阪で組。そうですね、僕そん、まあ、他ではちょっとフェルメッツァにちょっと注目してますね。前走、はいはい、まあ、まあ、それがこれこそな、この福島同じ舞台の福島民放杯で2着に来てて、うん、なんか本当昔マイルぐらいを走ってましたけど、はい、まあ、年重ねでちょっとずぶくなってきた面があってか、本当1008人戦ぐらいで今はちょうどいいのかなっていう気がしますし、まあ、あと先週あの実はあの日曜日のメインでディープインパクト系が3頭勝ったんですよね。あ、まあ、札幌、あ、函館も中京も、はいはいはい、まあ、最後はディープウィランチ3区でしたけど、うん、まあ、ここも、まあ、先ほどのジェービートもそうですけど、このままもディープインパクト3区で、まあ、あの、まあ、ジジラ足使うタイプですし、小回りの福島、まあ、長くいい足を使ってっていうのはコース的にも合いそうな気がします。はい、僕はバーディーイーグル53キロなら、まあ、前回エプソンカップは5着後方からいい足使っての5着だったけど、うん、まあ、基本的にはどんな競馬でもできるタイプなので、うん、まあ、ある程度前につける競馬をしてくれれば53キロのハンデだったら一発あるかなと思う。去年出た時よりもなんか、うん、多分力つけてるような気がしますし、ね、最近の方が結構ね、それで去年の54から今年は53キロですよね。あとはまあソウルインパクトと鈴鹿デビアスあたりですかね。まあ、ボージュも一応あの準オープン連勝してきて、まあ、昇級戦ですけど、まあ、この 2000m で5勝2着1回3着1回で4着以下なしと、まあ、距離適正的には一番かもしれないっていうのもありますし、はい、まあ、そのあたりそうですね、軽ハンデ組ですね。うん、そうね、
まあね、この重い57キロ以上のあたりの3頭で決まるとは思えないんで、はい、どう組み合わせて分けを買うかっていう勝負になってくると思います。はい、はい、プロキオンステークス、はい、中京、これが、有力馬がこぞって差し馬そうなんですよねことなんで、まあ、先週の開幕週の中京、うん、まあ、雨が降ったっていうことがあったとしてもちょっと逃げ馬が逃げ切りが5勝っていうちょっと異常事態だったので、もともと先行有利なコースにさらにそういう結果がちゃんとついてちゃってるから、うん、で先行馬ってこうパッと見てこうあのチャーリーはちょっとさすがに専用で逃げるかどうかっていうのはね、微妙なこの中距離馬なんでね、これは、うん、その辺微妙なんで、となると前回爆臭ステークスで逃げ切ってるベストマッチョですよね、っていうのは、楽に先行、まあ逃げるかどうかは別としても、楽にマイペースで走れるのかなっていう気がするので、そのあたり、あとはキトクレッセントもここ最近はある程度前々の競馬で結果を出してるんで、前走もオープン上がっていきなりちゃんと2着決めましたし、まあ、この辺だよね、先行馬ですね。まあ、僕もう一頭気になるのが、まあ、先行馬でいうと統計タイガーですかね。統計タイガーね、あの、まあ、地方移ってこれが逃げるか、これ逃げるな、はい、その2走前の柿津畑園で、まあ、あの4馬身差の、まあ、相手もちょっとそこまで強い相手じゃなかったんですけど、まあ、4馬身差で逃げ切ってまして、いや本当このまま地方移ってから一気に馬体重が増えて、なんかこれ馬変わったのかなとかいうのも思う気もしてるので、まあ、ちょっと今のところ気にしてますね。そうね、これは逃げそうだね。まあ、あとは結局そのあたり前目が有利だっていうのを踏まえて、各ジョッキーがなんかそういう心理でいたら結局後ろの馬が、早めにみんな競馬をすると後ろの馬っていうのが、うん、そうなるとまあね、各種テイクと遠心馬券っていうのはね、うん、ものすごい決めてもってですね、実績的にも、まあ、この2頭、あとはまあキングズガードとかもしそうですね、それはしっかりしてますし、やってくるのかなっていうところですかね。まあ、カフジテイクに関しては、まあ、ドバイ帰りっていうところで、うん、まあ、仕上がりがどうかっていうところを、ね、そうやって考えると、まあ、一度使ってる衛進馬券の方が、まあ、順調度で言えば上かなと思うんですが、はい、まあね、荒れそう、なんか荒れそうな気がするよ、このレース、はい、まあ、展開をどう読み切るかそう、ね、な気がしますね、はい、このレースは、はいはい、そうですね。じゃあそのところですかね、はい、今週は。はい。